次に、河野正美君委員長。河野君。日本維新の会の河野正美でございます。えー、本日はえ大変お忙しい中、6名の参考人の方、貴重な意見を賜りまして誠にありがとうございます。えー、本当にあの貴重な意見で今改めましてですね、私自身も精神科の医師として20年以上やってきたわけなんですけれども、 え本当にあの呉修造先生という方が100年、もう100年になりますかねえ日本、日本という我が国にです、ねまあ、あの精神障害者は精神病という病気になったとともにですね、重ねて、我が国に生まれた不幸をううわ、ことが不幸だということをおっしゃっていた言葉有名な言葉があるんですが、その言葉を思い出しました、まだまだ,まだ日本の精神医療、えー、障害者医療、しっかりやっていかなければならないのかなと。 え、改めて認識した次第です。えー、加護元参考人にまずお聞きしたいんですけれども、えー、ま、今回、えー、同意者の要件が、ある、ある程度緩和されたということでですね、えー、早期入院治療が、ま、スムーズに若干行えるようになったのかなということで、まあ、早期入院治療を行えば早期に退院して、え、社会復帰もスムーズになっていくと思いますので、まあ、この点は、 ある程度評価しておりますけれども、私、いくつかの問題点があると思います。えー、先ほど、えー、参考人の方もおっしゃいましたように、家族の意見が一部対立して、まあ、ある方は OK だけれども、ある方は退院を請求したいというときに、えー、精神医療審査会というのを、えー、利用してくださいということになるわけなんですけれども、実際精神医療審査会、かなりの、えー、業務量を持っておりまして、 これがが実際機能すするのかという点が思っておりますであの参考人の加籠本参考人も公的な病院で院長されているわけですからかなり公的な病院の方が審査会長とされているかなと思いますけれどもその点から実際、機能されるとお考えでしょうか加本参考人。 あのまあ、各都道府県、事情は違いますが精神医療審査会、現在、入院中の方、医療法入院の方からあの退院請求があった場合にそれを受理して、実際に審査に行けるのが、まあ、大阪で言いますとやっぱり1か月かかるんですね、でそれも、えー、かなりの数の合議体、ABC から始まって H の,あの合議体まであるんですが、それがフル回転してもなかなか。あの えー、申請があってすぐに行けないというような状況でございまして、えー、行政の方もあのまも、あ、できるだけ早く、えー、当事者のもとへ行って判断をしたいということで調査に行くよう努力されてるんですがあのまず、委員の確保が難しいあの、まあ、あの医者もおりますしそれから、まあ、あの弁護士の方もおられますしあの委員の構成のメンバーの,あの方々あの有識者の人をあの まあ、できるだけあの適正な人材を選べば選ぶほど、その方々、あの、まあ、他のお仕事もされておられますので、まあ、調整するのがなかなか難しいというのが現状です。であの先ほどお先生おっしゃいましたように、あ,の、えー、ある家族が、まあ、入院同意した、ところが別の家族があの退院請求を出したという場合に、もうこれは速やかにあの審査に行かなければならないんですが、あの現状の体制では、あの かなり時間、タイムラグがかかるもので、まあ、非現実的なところもあろうかと思います、そこはあの、えー、なんとかあの工夫をしていくような方策が必要だというふうに思います川野雅美さん。はいえー、今、参考におっしゃいましたようにです、ね、実際審査会、えー、大体精神科の専門医である精神保健指定医と法律会員あるいは 今回、あの、精神保健福祉等とペアで行くことになるかと思うんですけれども、これを日程を調整するのがかなり厳しい状況で、私も十年以上、そういった審査員をや、審査会にいたんですけれども、かなり厳しい日程調整が必要だったと思います。で、常日頃、あの、地方自治体の方ではですね、その、えー、私、福岡県ですが、福岡県は政令市もありますので、福岡県と福岡市と北九州市と、 三つの精神医療審査会があって、それぞれにいくつも、えー、会が、分、分解、分科会があるわけなんですけれども、非常にそこに多くの委員を出して、それでもなかなか難しいと。で、どれぐらいで、その、患者さんから訴えがあって、えー、早期に結果を出すかということで、もう本当に、えー、国の指導もあってですね、大変な思いをしていたということがあります。えー、そしてですね、えー、次に時間もありませんので、えー、実はその、 今までは保護者、この方ということで決まってたわけなんですが、家族のどなたでもいいということになってくるとですね、やはりその中で病院の医師の立場からすると、誰に責任を持ってお話をしたらいいのかとか、あるいは現実的な問題であればですね、どなたに治療費を払っていただくのかとか、そういった問題も発生してくるんではないかなと考えております。 公的病院とか救急をやっておられる先生、特にあの未就勤問題というのもあって、えー、病院が支払いをが滞ったままになっているという例もあるかもしれませんけれども、えー、その点、いかが思われてますでしょうか、えー、籠本参考人にお聞きしたいと思います。病院の未就勤の問題はあの、精神科医療だけの問題ではないです。あの 特に救急やられている、身体救急や,やられているところは、本当に大変な思いをされています、えー。そのことの対策のためにかなり頭を痛めておられているのが現状です。えー、ですから、あのまあ、今回の,その家族のうちどなたでもあの、まあ、あの同意され,されて、 というようなところと、まあ、その未就帰の問題は直接は関係をしないのかなと思うんですが、実際問題、あのこの法案が通って、えー、家族のうちのどなたでも同意賢者になれるということであれば、実際われわれがあの診療してて、まあ、救急等で来られたときに、あのまあ現実的にどういうふうにやるかといいますと、まず、お一人で来られる方うのは、これはまあ,あ、 予防入院というのもとになる可能性が、ご本人が医療を求めてこられますので、まあ、あの適正な入院で対応する、できるだけ対応する、それから家族が、まああの本人、ご本人は医療を受けたくないんだ、入院したくないんだけども、どうしても家族がもう切羽詰まってついてこられてっていうこと場合は来られる場合は、そのご家族の方の同意、これをまず最優先で考える。 ですから、その人以外の、あの、まあ、別の家族がおるかも、おられるかもしれませんけど、その人の同意を取るよりはむしろ、やはり、現実的には、連れて、連れてこられて、いろいろその方の、あの、えー、ことを気遣って、えー、世話をしていただいている、えー、そういう、えー、方の同意を取る。ただ、あの、悪意で考えますと、い,いろんな、いろんな、 あのパターンが想定されるわけです。あの、えー、裏にいろいろその、なんか、こう、作、作、作為みたいなのがあってですね、えー、無理やり、あの、ご本人を入院させてしまいたいからということで、連れてこられる場合もあるかもしれません。ただ、あの、それに関しては、先ほど、あの、意見でも述べさせていただきましたが、医療保護入院の要件をきちんと厳格化する。つまり、どういう方にはに、医療保護入院をしていただくが、こういう、 方については、医療保護入院の要件はないということを、えー、判断する精神保健指定が。それに則っ,って、きちんと判断できる、えー、基準、これがやっぱり大切かと思います。川野雅美さん。はい、ありがとうございました。あの、確かに、あの、先生おっしゃる通り、ガイドラインなりですね。強制入院を、の適否を判断すること、あるいは、それを、まあ、一時的に入院と。 決めても治療をすればどんどん良くなっていくわけですから、その後もさらに強制的に入院を継続しなければいけないのかどうか、そういったところの判断基準というのが、精神保険指定によってまちまちであるということでは困ってしまいますので、やはり十分国としてですね、ガイドラインを作っていくべきだと。で、どこの病院に行っても同じような判断で治療が受けれるというふうに、人権上配慮していかなければならないと思いますし、 まあ、あの、そういった意味で、チェック機構として、精神医療審査会というのが重要な役目を果たすと思うんですけれども、えー、先ほどから議論させていただいておりますように、非常に、え、厳しい、え、現状がありますので、まあ、こういった点をしっかりやっていただきたいな、と思っております。え、それから、えー、本参考人は、え、先ほど、外部の目を入れた委員会が必要であると。 いうことで、えー、外部委員の登用ということをおっしゃいましたけれども、やはり、まあ、民間病院であり、公的病院であですね、そういったところに外部の方を来ていただくというと、もうボランティアで来ていただくぐらいしかなくなってしまって、まあ、費用弁償というのがないかと思うんですけれども、その点について何か国はしっかりやるべきだとか、ご意見があれば、頂戴したいと思います。加賀参考人、はい、あの当然でございますあのただ働き をしてし、あの、し続けていただくという、もちろんあの、ボランティアで、あの、来ていただいているのはありがたいことなんですが、それを継続してきちんとした制度としてやっていかないと、あの、ボランティア頼よりではもう絶対ダメです。あの、先ほど、あの、まあ、参考人の意見でも、あの他の参考人の意見でもありましたが、やはり、あの、外部の人が、あの、 やっぱり積極的に病院の中に入ってきていただいて、いろいろ意見交換しながら、知恵の交換しながら、えー、当事者の人と接触しながら、退院を支援していくっていう制度を、これをきっちり作らないと、えー、まあ、これはあのう、病院の先生方とかスタッフの人は、あの、怒りはるかもしれませんけど、どうしても内部の目から見ると、まあ、これはもう少し医療が必要だよね、という形で、えー、ここのところはっていう、やっぱりその、 医療提供サイドの側だけから見てしまう傾向はやはりあるんですね。それをきちんと外部の目を入れて、検討していただく。これは非常に重要なことだと思いますので、ぜひとも財政的措置をお願いしたいと思います。 川野雅美さん、えー、あの籠元参考人の声が一段と大きくなったことで、委員の皆様もお分かりかと思いますけれども、やはりしっかりとですね、そういった外部の目を入れると非常にいいことだと思いますし、やはりあの先ほどどなたか参考人の方の中で、精神病院の敷居という問題を言われましたけれども、敷居を低くして、えー、開かれた状態にしていくためには、そういった外部委員の登用であるとか、必要だと思いますで。本当に今、我が国のそういった え、精神障害者はじめ障害者の関係というのはかなりボランティアに追ってしまっている部分もあるかと思いますので、しっかりとこれは予算をつけるように、私どもとしても主張していきたいと思いますし、検討いただきたいなと思っております。時間もほとんどありませんので、えっと、次にあの、川崎参考人にちょっとだけお聞きしたいんですが、あの、本当に、 前科連の時代からですね、大変な思いをされて、まあ、NPO 法人ということで非常に苦労されたとお聞きしております。非常に頭が下がる思いでございます。で、えー、実は、あの、私も家族会の方等々といろいろお話しする機会があるんですが、えー、病院に、実は、我々も何とか早く外に出てほしいという観点で治療しているんですけれども、ご家族の中にはですね、病院にいると24時間お医者さんや看護師さんが見てくれると。で、 えー、自分たちの子供が単身でアパートにいるよりは、えー、病院にいてくれた方が安心なんだと言われる家族の方もいらっしゃってです、ね、なかなかあの、えー、ご家族の方に外に出ていただくことに理解をいただくというのちょっと若干難しい問題もあるんですが精神科病院に対するイメージということも含めて、えー、一言お聞かせいただけたらと思います。川崎参考人 はいえー、川崎です、えー、と精神科病院のイメージというのはです、ねえー、実際、お医者さんがいらっしゃいますけれどもかなりあの私の長男は今から、えーと3うん、25年以上前に入院いたしましたけれどもその時と比べまして大変に私は改革されてきていると思っております。えー、当時はです、ね、あの病室まで行かれずに、えー、どんなあの病 病の中で本人が生活しているか分からず面会に行きますと面会室の方に案内されましてそこで本人から話を聞くということで実際、本人が病院でどんな生活をしているか日常生活がちょっと見えなかった分もありましたが今その病棟のところまで行って周りの同じ仲間の人たちの話が聞けるようになっていると聞いております。それと私の時代はは面会は家族だけ 今もやはり家族だけに限っているところがあると思いますけれども、まあ先ほどの,その大阪で取り組んでいらっしゃるように、まあ、外部からの人が入って面会できるようになってきているということなども含めましてかなり、えーと、私はかなり良 <laughs> くなってきていると思いますがまだまだあの本人が、えー、といろんな意見を言えない。 ということがある,あると思いますし家族としてもです、ねえー、何かちょっとあの,あの看護師からちょっと暴力を受けたということも家族は耳にしますけれどもなかなか今の現状ではその看護師にちょっと言えないはっきり言って家族にとって人質を取られているようなものでまたそんなことを言ってしまうとというようなそういう危惧もなきにしもあらずというのが現状であります。以上です委員長川上君 はい、ありがとうございました。えー、だんだん、あの、まあ、精神科医療も変わってきているということで、まあ、一生懸命努力されていると考えております。で、えー、精神障害者は先ほどあの、ステレオガンガン鳴らしてということがありましたけれども、実際ですね、多分この、 きちんとした、えー、委員会室の中でですね、ステレオが鳴ってたり、携帯がずっと着信音が鳴ってたらですね、多分委員長がすぐ止めなさいって言われると思うんですが、それが頭の中で止められないような状態にあるのが、精神障害者の現状だと思っております。非常に厳しい音がずっと鳴り続けたりですね、あるいは場合によっては殺せということがあって、私の知っている患者さんで、 あのバスに乗ることができないとなぜかというと、バスに乗って座ると、ですね目の前の方の頭を叩け叩けという現状があって、自分は叩いてしまいそうなんでバスに乗れない、だから自転車を利用していますという方もいらっしゃいましたし、非常に大変な思いを精神障害の方、されております、しっかりとした体制をとって、ですねサポートしていかなければいけないと思っております、時間が来ましたので、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました